motto, My Story, Your Story. This program is brought to you by 東電化工業 and 東商事。ご機嫌いかがですか？松本英子です。9月2日月曜日、さて先週は大曲花火大会、台風の心配もありましたけれども、無事に開催ということで、私もですね息子と一緒に見てきました。いや本当に最高でしたけれども、その花火大会の様子などもですね、また来週以降ゆっくりお話しできたらなと思うんですけれども、花火大会に関わった皆さん、それから見に行った皆さんもお疲れ様でした。さて、先週ですね話題に上っておりましたネジロックフェスティバル2024、実はこの時にですね、ネジロックフェス終了直後にちょっと裏の方で少しだけステージ横でですねインタビューをさせていただいたんです。ほんのちょっとなんですけれども、ネジのお二人のコメント、それではちょっとこちら聞いてください。いいですよ、いいですよ。お疲れ様でした、ネジロックです。はい、お疲れ様でした。どうでしたか、英子さん。ちゃんスケベな格好して、夏らしい格好ね。変なこと言わないでください。スケベな格好してます、皆さん。めちゃいっぱい集まりましたね。いやね、本当にこのぐらい動員があったんでしょうかね。相当来てましたよ、ね、本当に。毎年の恒例行事にしていきたいなと思ってるし、はい、お笑い秋田でもお笑いできるってことを証明したいと思ってるので、はい、ぜひ、また来年は参加する側でも皆さんの方お待ちしてますんで、はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。全く同じこと思ってました。ありがとうございました。はい、というわけで本当に一瞬の隙に、ね、携帯で撮らせていただいたんですけれども、心よく対応してくださって、本当にねお二人の人柄だなという、多くの、ね、芸人の皆さんもそうです、ファンの皆さんも、それからボランティアスタッフの皆さんも、なんかね気持ちいい、野外でのイベントでしたね。また来年も絶対やってほしいなと心から応援しております。さあ、そんなネジロックフェスでお会いした皆さんに今日はインタビューをさせていただいております。今夜も30分ほどお付き合いください。松本英子、マイストーリー、ユアストーリー。この番組は東電化工業、東商事がお送りします。さあ、というわけで今夜の松本英子マイストーリー、ユアストーリー、まずはネジロックフェスにも出演されておりました秋田在住シンガーソングライターの柴田徹さんに初インタビューさせていただきました。とても貴重なお話伺いましたので、それでは早速どうぞ。さあ、ここではシンガーソングライター柴田徹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、初松本英子さんだ。めちゃくちゃ嬉しいです、本当に。ありがとうございます。そうです、速攻で話しかけちゃってすみません、本当に。いやいやいや、あの今日はネジロックフェスでね、はい、あのステージもされて、はい、合わせてもらいました。最高でしたよ。いや、ありがとうございます。気持ちよくて、最初生で歌ってるんじゃなくて口パクなのかなって思ったぐらい。嬉しい、それ一番嬉しいです、本当に。最高に素晴らしいパフォーマンスで、いや、もうちょっと、信じていいですか。いやいやいや、本当にね、ありがとうございます。ぜひね、生で聴いていただきたいんですが、まずは秋田県産シンガーソングライター、はい、ということなんですが、米じゃなくて米じゃなくて、いいキャッチフレーズだなと思って。ありがとうございます。もともとご出身は、はい、もう秋田県の牛島生まれ。牛島ですか。牛島です。あ、秋田市なんですね、はい、そうなんですよ。で、ずっと秋田で活動ですか。秋小を卒業してから、はい、柔道の推薦で、東京の大学行って、はい、でそこからもう大学 2,3 年ぐらいからずっと音楽活動を東京でしてて。柔道、はい、柔道の推薦ってことは相当な腕前というか、はい、一応秋田県ではナンバーワンでした。マジで、はい、それでそのままその柔道の道に行くっていうのはなかったんですか。はい、秋田県警から、はい、お話もいただいてたりしてたんですよ、実は、はい、なんですけど、はい、僕はもう坊主にしなければいけないって、そんなことないじゃないですか、今警察官って、うん、なんだけど坊主にしなければいけないっていうなんか固定概念があって、
坊主嫌だから行かないっつって断っちゃった。たまにそういう人いますけど、そうここにもいた。うん、そうなんですよ。でその反動でね、今ね金髪とかやってね。全然違うじゃないですか。本当に坊主が嫌だったんです。本当に、はい、じゃあその柔道の道じゃなく、はい、なぜ音楽だったんですか。本来、高校卒業するぐらいから、はい、もう歌の道には行きたいなと思ってたんですよ、はい、その学校祭で歌ったりとかして、うんうん、その時に、すごい全校の、ね、人たちが感動してくれて、あ、歌ってこんな人の心を動かせられるんだって思って、まあ、でもその時には、僕その柔道部の監督に、はい、お前はどうするんだって言われた進路、あ、僕歌をみたいなことを言った瞬間に、はい、お前は俺の母校で柔道するんだよなって言われて、で、そうか、一回イエッって言ったんですけど、バッってこう、怖い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 、そう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 、ね、グーがね、グーの時代ですね、そうそうそう、グーの時代なので、それでもう行きます行きます行きますっつって、あ、そのまま進路決定みたいな感じ。じゃあ本当はもう卒業したら歌の道に行きたかった、はい、行きたかったですね。うん、すごい気持ちが分かります、痛いほど。そうなんだ。はい、じゃあもうずっとその、まあ、学祭のね、はい、時のあの感動を、ね、忘れられず、れれ、はい、で実際にその活動っていうのは、はい、じゃあ大学を本格的にライブをし始めたのは、うん、大学卒業して1年2年後ぐらいですかね。で秋田に来られた、はい、そうなんですよ。ですね、4年半ぐらい前に来たんですけども、戻ってきて、その自分の、まあ、親父がね、ちょっと体調悪くなって、で、まあ、一番誰よりも応援してくれてた人なので、はい、僕が一回こう、ちょっと、気持ち的に沈んじゃって、ああ、もう疲れてやだ、つって秋田帰ってきた時も、もう、よくわかんねえけど、まず、Going My Way だって、もう、わからない、片言英語を言ってね、それでなんかわかんないけど、元気もらって、また、東京で音楽できたんですよ。で、その、My Way っていう曲も、その時、それからね、ずっと残ってるんで、今の新しいアルバムの、そういう曲があるんですけれども。はい。そんな一番、こう、応援してくれてた、誰より応援してくれてた父が、体調悪くなって、はい、で、僕、その時に、そばに、その時は川崎の方に住んでたんですけど、うんうん、いや誰よりも応援してくれてる親父がこんな時にそばにいられないで、うん、俺は自分の歌で誰を感動させられるんだろうって思って、うん、自分に嘘をつかないためにも、うん、そばにいようと思って秋田に帰ってきました。そうなんですね。で今は秋田で、今もチャラチャラと秋田でチャラチャラしっかり活動されていますし、そして、はい、9月29日には、うん、はい、ワンマンライブが、そうなんです、いよいよ、これ場所は、はい、秋田県の、秋田児童会館、はい、欅シアターというところで、はい、矢橋にある会場ですね。ねえ、はい、ここですよね。いや、もう、はい、児童会館、実は私、うん、初めての秋田でのワンマンでした。もう大先輩です、本当に。ですよ、ね、あれですよね、今年はミルハスでもやられてましたもんね。はい、あれは25周年でしたけども、はい、本当にファーストツアーは児童会館でスタートしたので、なんかすごい光栄です。なんか思い出の場所でもありますが、はい、会場は15時から開演16時ということで、はい、早めの時間になってますから。そうです ね, ね、その終わった後に余韻を持ちながら飲みに行ける時間にしました。そうですね、はい、これチケットの方は、はい、チケットの方は、はい、僕のその、SNS だったり、はい、あとはそのホームページ、はい、オンラインショップとかからも購入できますし、今秋田市の180店舗ぐらいにこのポスターを貼ってもらってまして。おー、すごい。ありがとうございます。そのポスターとかチラシにの中にある、QR コードからこう読み取ってもらって予約フォームにも行けますので、はい、はい、ぜひぜひじゃんじゃんお待ちしてます。チェックしてください。それでは、はい、柴田徹さん、今後の目標とか、はい、うん、まあ、野望とか、はい、なんか聞かせていただけたらと。そうですね、うん、今生まれ故郷で、音楽をこう根を張って、うん、やらせてもらってて、どんどん音楽が楽しくなっていってるんですね。で音楽やっぱ楽しくなっていくと人生も楽しくなっていって、うん、で自分自身の、その生まれ故郷での音楽活動の根をどん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 下に下に張り続けていくっていうのが今の僕の目標ですね。こう決してこうきらびやかっていう名も、うん、夢とかではなくて、うん、このまま人を大事にして気持ちを大事にして歌い続けることと、あとは秋田の、
音楽活動をしている意味みたいなのを自分で感じたくて、はい、その一つにその秋田の子供たち、うん、今回のワンマンラブも高校生活無料にしているんですけれど、はい、もうやりたいことを、胸にしまったまんま口に出せずにいる子が多い印象を正直受けているので、はい、もう全然やりたいことやっていいから好きにやっていいっていうのを僕が秋田で代表する気持ちで、メッセージ伝え続けていきたいなって、それが目標ですね。素晴らしい、ありがとうございます。本当に素敵な話を伺いました。はい、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。このシャラシ飲み込まれても、身も心もボロボロになっても、そんな時ほどなぜか来るチャンスと救いを叩く線とは思えない、揺れない揺れない、この前あ視界良好見渡す向こうどこまでも澄んで導かれているように、今迷いはない、嘘にしない、この命ディープなセリフ軽々しく口にはできないけど、心の奥で本当に思ってるんだ、不思議なほど溢れるバイタリティ、触れない揺れない、この前あ視界良好渡す向こうどこまでも行こう、いつだって直感が誘え、今起こす変化描いたイメージに向かって、 My way Go my way 偽らない自分を信じて Go My way。 お送りしたのは柴田徹さんで My way でした。柴田徹さんの本当にね、明るい人柄、それがまたね歌にも現れているんですよね。こう聞いてるだけで本当にパワーをもらえるので、皆さんぜひ生で体感していただきたいなと思います。9月29日、秋田児童会館でのワンマンライブ、もう本当にたくさんのゲストの皆さんが出演されるということなので、いやどんな感じになるのか、歌だけでなく MC だけでなく、きっとプラスアルファがあると思います。どうぞお楽しみに。松本英子マイストーリー Your Story。